1028プサイコロの旅、スタート。皆様おはようございます。やっすんです。舞原までやってきました。青春18切符サイコロの旅。後半も張り切ってお届けしていきます。詳しいルール説明などは前半の動画をご覧ください。よろしく。舞原でのサイコロをまだ振ってなかったですね。舞原について、突然もらったもんな。そうだよね。というわけで早速サイコロを振っていきましょう。ここ舞原は、JR 西日本と JR 東海の分岐駅。どっちに向かうか興味深いところだよね。1、2が出たら、琵琶湖線で草津へ。3、4が出たら、東海道線を大垣。5、6の場合は振り直します。さてさて何が出るかな、ドキドキしますね。お楽しみ。5なので振り直します。次の目的地は大垣に決まりました。東海に上陸やな。大垣までは白鷺に乗って何と言いたいところですが、何や、我々は18切符の旅、この普通大垣行きに乗っていきます。この311系は1989年に登場した新形式で、東海地区の新快速用に開発された車両です。117系と共に活躍したこの車両も、今開発中の315系によって置き換えられようとしています。このレンマ窓の側面が好きだったのにな。列車は間もなく大垣駅に到着です。でかい駅やな。大垣市は日本列島のど真ん中にあって、岐阜県でも2番目に大きい都市だからね。でかくて光線やな。あれは養老鉄道だね。元近鉄の車両が今でも頑張っています。決まりや。大垣は養老鉄道と垂水鉄道の乗り換え駅でもあります。さすが、でかいだけあるな。目的地到着。大垣に着きました。わーい、大垣。大垣駅の改札内です。駅前のショッピングセンターが見えるこの場所で次のサイコロを振りましょう。よし。同じ出目が続いたので、来たルートは同じ枠に入れることにしました。おお、多かったもんな。ここで3、4が出たら振り直します。オッケー。1、2が出たら、東海道線を岐阜まで。うん。5、6が出たら、美濃赤坂支線で美濃赤坂まで進みます。了解。それでは、いざ、サイコロ。4が出たので振り直しです。さあ、次こそは。次の目的地は、美濃赤坂です。時間は14時51分。次の美濃赤坂行きはどれどれ1時間後までありません。やれやれ。駅ビルにいい店があったので、ここで時間を潰しましょう。サイゼリア。お手頃価格で時間待ちに最適です。ケーキのようなアイスのような、変わったスイーツをいただきました。うまぁ。養老電鉄の電車が出ていきます。ここでは近鉄と東急の懐かしい車両が現役で活躍しています。そうやな。3番ホームにやってきました。えらい端っこやんか。ここは美濃赤坂行きの専用ホーム、2両編成の313系に乗っていきます。昔ながらのシート配置が独特の車内。313系はシートのバリエーションが豊富で、乗る時の楽しみの一つです。出発進行。帝国通り大垣駅を出発します。列車は東海道線を少し戻っていますが、しばらくすると右側へ分岐します。うん。美濃赤坂線と言っていますが、正式には東海道線の支線です。支線？大垣から美濃赤坂までの 5km の路線ですが、大半は本線と重複していて、単独の路線は 1.9km ほどです。意外に短めやな。この区間、駅メモでは普通に東海道線の一部になっているからコンプリートするにはわざわざ乗りに来る必要があります。頑張れ。さあ、いよいよ目的地に着きます。降りよう降りよう。あ、一番前しか開かないや。目的地到着。
美濃赤坂に着きました。わーいわーい。なんか、レトロな駅やなー。ここは行き止まり駅なので、このまま折り返します。耐えてるか？滞在時間は8分ほどで、再び大垣へ戻ります。次の列車まで時間があったもんなー。うん、列車本数は、朝夕の通勤通学時間帯に毎時2本ペースで走っていますが、昼間の本数が少ないので注意が必要です。了解。さっきも大垣で1時間待ちましたが、最大3時間の待ち時間が発生します。1時間で済んだだけマシやったんやなー。だよねー。僕ら案外ついてるのかもね。唯一の途中駅荒尾を出てすぐ、ここで本線と合流します。戻ってきたなー。合流したあたりは、本線を上りと下りで分岐したりして、結構複雑で面白いところらしいよ。それってあれか、動画で見た情報か。あはは、スーツ着た人も動画で解説していると思うよ。やっぱりな。あのスーツ着た人は、鉄道のことで知らないことなんてあるのかなー。そんなすごいん。さあ、大垣に到着するよー。往復で約15分の環状旅でした。え？レム？美濃赤坂では時間がなかったので、再びここ大垣駅でサイコロを振ることにします。止まってる電車が違うのでレギャブがないことがわかります。やらは、こんなやー。先ほどと同じ大垣からなので分岐候補は同じですが、56が振り直しとなります。オッケー。それでは振ります。次の行き先は、5なので振り直します。ついて元が狂ってしまいましたが、この時出た目が、5が出まくる金現象。今度こそ、続けて、これまた振り直し、5度目の衝撃。ようやく決まりました。次の目的地は、岐阜。大垣から岐阜までは3駅10分ほどの移動です。近いんやな。この313系新快速豊橋行きに乗って進みます。この車両は転換クロスシート車の中でも、すべてのシートが転換するタイプです。あ、たまにあるこのトラップ、ゴミは持ち帰りましょう。あかんであかんで。あっという間に岐阜に到着です。岐阜市は県庁所在地だけあって大きい都市です。県庁。大阪発の特急ひだに乗ってくると、この隆起線でのスイッチバックが体験できます。それはのだめだ。それはまたの機会に。高架でホームが3面もあるなかなか大きな岐阜駅。うん、でかい。ここからは高山線の列車も出ています。高山線のキハが見えましたね。キハキハ。目的地到着。岐阜に着きました。乗ってきた列車を見送り、サイコロを振る場所を探します。いい場所を見つけたタイミングで高山線の列車が出発していきます。来たよ、さよなら。見送ったところでサイコロを振っていきましょう。1、2は振り直し。3、4なら高山線で美濃太田。5、6なら東海道線を名古屋まで進みます。なんだか5が出ることが多いので、サイコロを変えてみます。確かに棒多かったよな。サイコロは大垣駅の100均で買いました。小さい方が今までので、今からはこちらの大きい方を使います。またかいな。良い練習だね。今度こそ。1は振り直しですね。やすーん、行きまーす。次の目的地は、美濃太田。時刻は間もなく17時、サイコロの旅もいよいよ佳境に入ってまいりました。あと1時間。この日高な山行きに乗って美濃太田を目指しましょう。岐阜から美濃太田までは 27.3km、普通列車で40分ほどの道のりです。高山線はさらに北上して、飛騨高山を通って富山まで繋がっています。富山まで行けるんか。うん、なかなかの距離があるよね。
今からだと恐竜にはつけない距離です。目的地到着。二の王様でやってきました。次のサイコロを振ろうと思った時、あることに気づきます。もうすぐ6時だ。そう、青春18切符サイコロの旅は6時で終了というルール。乗ってきた列車の発車時刻は18時1分発、分岐候補の最多線も18時12分発。ということは、まさか、このホームでゴールを迎えます。何か、ゴールまでの時間はあとわずか。心して待ちましょう。そろそろ3、2、1、0、ゴール。なんとホーム上でゴールを迎えました。始めるときは電車の中でゴールを迎える姿を想像していましたが、終わってみればこの絶妙なタイミングでホームでゴールを迎えちゃいました。なかなかの旅だったね。何はおもろかったね。僕も楽しかった。最後にもう一回振っても見たかったけど、振ってたら何が出てただろうね。このままで行ってたかもな。本当にそうなってたら泊まり確定だね。何は泊まりも嬉しいけどな。今度はちゃんと前準備して挑もうね。やる気やな。まあねここまで見ていただき本当にありがとうございます。こんな大きに。また次回の動画でお会いしましょう。待ってるね。それではごきげんよう。さようなら。